ここからですね、番組スタッフがキュンキュンしたシーンをご紹介していこうと思います、はい、まずは多くのスタッフが挙げましたキュンキュンシーンです。どうぞ。失礼いたします。部下の失敗も優しくフォローする野杖。何してんの、どんどん迷惑かけてよ。優しくて頼りになる、まさに理想の上司です。はそんな野杖が感情を出すこのシーン。いやいやいや、こっちこそ、は？まさか、メール読んでくれなかったんですか？ちゃんと返信したじゃないですか。は？返事なんか来てないよ。ずっと確認してたもん。もん？番組スタッフは、もんという戸川の前ではいつもと違う野杖にキュンと来ているそうです。なるほど。先ほど霧島部長から連絡がありました。そして、いつもクールな戸川なんですが、食べる姿にご注目。食べてる、めちゃくちゃ。戸川さん、ハムスターみたいですね。こいつ、ラーメンもアイスも詰め込んでくんで。口がパンパンのもぐもぐ戸川は全部可愛いという意見をいただいております。どうしました？他にも野杖のために常に傘を2本持ってきている戸川も毛投げでいいという意見もいただいております。野杖さんが持ってこないからです。いつもすまないね、仕事でもないのに。好きでやってることですから。というのが、まあ、多くキュンキュンしたよという票が集まったシーンでした。嬉しいですね、うんうん、モンはやっぱりちょっと可愛い一面が見られましたよね。これ台本でもモンあったんでしたっけ？そう、台本でモンだったと思うよ。確かそうだよ。そう、え、僕のアンサーのもんも台本でしたっけ？台本なんだけど言い方が、あのもろ、あの差しに来たでしょあれがポイントですね。あのいいですよね、たっちゃんの戸川のもんの言い方でさらにそうやってもんって言ってしまった野杖さんが素敵に見えるっていう、ちょっと攻撃的なアシストですね、まあ、素敵なやり取りだなと思いますけどもんやってて変にちょっと笑っちゃったよ、うん、もん、うん、あ、ご自身でご覧になってどうですか？キュンと来るもんですか？自分自身は、まあね、なかなかそういう風にキュンってくるっていうのはわからない部分が多いですけど、はい、ただ戸川くんが一生懸命食べてる姿、キュンっていうよりももうもはやグッときますね気持ちを込めて戸川を演じるために、今見てもやっぱり本当に美味しそうに食べてたり、自然にキャラクターとして、ね、もぐもぐしているシーンはなんかもうなんかグッときますし、そういうシーンってこう多分視聴者の方々がご覧になったご覧いただいた時に多分キュンってくるんじゃないかなって思いますね。キュナさんいかがですか？いや、キュンとしたかしてないかというと分からないところが多いんですけどでもそうですね、あんだけ一生懸命食べてる人って可愛く見えたりとかキュンキュンするのかなって思うと、まあ、今後どんどんやっていこうかなと思います。嘘つけ、どこでやるのどこで大食いキャラでさあ続いてのキュンキュン映像は問題形式になっております、はい、番組のディレクターがそこにキュンときたのと思ったキュンキュン映像をお見せいたしますので、番組スタッフがどこにキュンときたのかを当てていただこうかと思います。まずは第1問、こちらのシーンです、はい、スタッフ曰く2人がパフェを食べているシーンでキュンとするポイントがあるそうです。美味しいですか？うん、うん、うん、貸して取ってあげる。ああ、でしたらすいません、写真撮っていただけますか？あ、はい。では行きますよ。はい、チーズ。あ、じゃあもう一枚。はい。いいですか？はい。はい、チーズ。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございました。まったく。はい、このシーンのどこかにとある番組スタッフがキュンときたポイントがあったんですが、どこだと思いますか？ちゃんと撮ってもらった後にありがとうって言える。あー、いいですね。あー、なるほど。あ、違う、すごい、めちゃくちゃいい音出た。この番組っぽくない音なんだ、うん、
急に来ましたけど、そこじゃないんですね。そこじゃない。そうですね、じゃあって言って、あの戸川くんが取ってもらっていいですかってこう、あの店員さんに、その本当はこうワンショットのつもりなのにツーショットにしてくれた。違うんだ。すごい強いなこれ。ブーです。なんだろう、結構細かいですねここは。戸川がなんかこう普通に不愛想に撮ってるんですけど、はい、こうまたこう自分 の, そのスイーツが入ってるグラスを持ってこうやってちょっと楽しそうな雰囲気で撮ってる。惜しい。ブックらいです。あ、近いんだ。近いです。近くなってきてるなこれ。なるほど。ブックらいです。野杖ですね。あ、わかった。あ、キムさん、なんかこう撮る時のポーズがちょっとこうスプーンをこうやった。お見事。よく見てるね。そう、細かいところよくわかりましたね。あれキュンですよ。あれキュンなんですか。はい、ここです。なんでスプーン持ったんですか。わかんない。娘がこうたどたどしくスプーンを持ってるところが可愛すぎてやばいという。なるほど、ことなんです。なるほど。なんかやっちゃったんだよね。なんでスプーンを掲げたんですか。わかんないです。多分不安になって、どのポーズしていいか分かんなくて不安になって、多分スプーンをこうするって逃げた結果ですよね。うん、いやちょっと僕も今見ても不思議ですね。よく分かんない。いや、この細かいポイント、木村さんお見事でした。ありがとうございます。全部見てるので芝居。さすがです。さすがですよ。さあ、まだあともう一問あるので、はい、こちらの映像をご覧ください。はい、第2問、戸川が上司から合コンに誘われるシーンでのキュンキュンポイント見つけてください。部下に恋のチャンスを作ってやるのも上司の務め。だからそれが余計なお世話なんだって。なんで、可愛い女子に会えるかもでしょ。だってなんなら盛り上がってそのままお持ち帰りとか。とにかく行かせないから。ちょっと、なんであんたがそんなに必死になんのよ。いや、あの返事後でもいいですか。神岡流通との会議、場合によっては出席しないとなんで。ああ。はい、こちらのシーンです。なるほど。どこに番組スタッフがキュンと来たと思いますか。あの椅子が、はい、コロコロコロって転がってって、はい、椅子を直すところ。あ、当たっちゃった。ごめんなさい。一発正解です。ごめんなさい、なんかまさかの一発。そこそこか。そこなんですって。すいません、ごめんなさい。いやいやいや、お見事でしたよ。ブーもらえて。そんなわけないじゃん、はい、だと思ったんですけど、野杖が立ち上がった時に後ろに行ってしまった椅子を戻す姿、キュンですと。これで答えたスタッフさんはあれですか、あのそういうセットとか作ってるから直してくれてありがとうって言うと。いや違うんですよ、美術スタッフさんじゃない。美術さんじゃないですか。はい、なるほど、はい、